働いてなかったの。トムだよね。確かトムだよね。ちょっと次は、結構早い、手際いいを目指してみるわ。あ、でも規模自体はそんなにでかくないか。何が燃えてんのこれ。あ、屋台が燃えてるんだ。こんぐらいだった。だってさっき俺さ、おばあちゃん家のバカ広い家を紹介したんだぜ。俺の仕事じゃねえな、こんなの。下っ端に行かせろよ。隊長の出る幕じゃねえってや。まずは全部開ける。かっこいい。これいいね、いいね。これいいよ、好きだよ。はい。え、お前最初からやれ。最初からやれ。それできるんだったら、ちょっと一回練習するか。ここでお前らの分をちょっと用意してやるよ。ノズルは後だ。ノズル、待ってよ。ノズルの前に、待って、アタックホースをアタックラインに接続で、アタックホースにつけて、補給ラインがまだこっちはついてないから、補給ホースをつけて、一回登ってみようぜ。キッチンに閉じ込められてる。オッケー。で、まずは人命救助から向かいますか。何のはしごこれ。人いるな。オッケーオッケーオッケー。ですよね。さすがにダメージがよな。はい、よっしゃ。手際が良くなってきた。ここがキッチン。何してんの？電源を切るって何？まずはおばあちゃんを、ちょ、間違った。おばあちゃん、まだこの家は間に合うよ。ちゃんと消火するからな。待っとってくれ。バスルーム、キッチン、まだまだたくさんあるのか。とりあえず斧でぶち壊して入っていこう。ごめん、間違った。あ？あ、ついて声があるんだ。意識があるやつは。はい、ついてきて。こっちが安全だから。お前にできるかな、窓を越える。これ消防士の訓練受けてないとね、ちょっと厳しいかも。本当に来ないやん。マジか。え、俺今行ってない。ついてこいって言ってない。俺、お前何してんだよ。 OK、 ほら来い、ヤンキー。お前お前どこ行ってんの。待て、お前どこ行ってんの。お前どこ行ってんの。どういうこと。あれ、ヤンキーお前なんで上から行ってんだ。お前どこから出てくんだ。一人で出てこいよ。お前なんでキッチンいたんだよ。ほらどけ、そこに。ラストバスルームか。了解。わあ、お前できるじゃん。なんだ、最初からできんじゃねえか、お前ら。お前の準備はできた？
あ、ごめん、ちょっと俺が終わってないわ。待って待って、みんな待って。俺やってないから。あ、ごめんなさい、すいません。あ、行くぞ。ほら、ついてこい。お前らはここやるんだ。俺は人命救助に向かう。ごめん、ちょっと待って、みんな待って、俺ホースが繋がってない。俺ホースが、ごめんな、ごめんな、隊長のちょっと可愛い一面見しちゃって、ちょっと可愛い一面見しちゃったな、ごめんな。こういうネタも用意しておけよ、現場行ったら。鉄板ネタな、こういう鉄板ネタを一つは用意しておいてください。オッケー、じゃあここから行こうか。消火開始。さっきバスルームいなかったけどね。今いるな、いるな。よっしゃ、最後の救助だなこれ。はしごの使い方覚えないと。すごい消防士って。あの陽キャは何だったんだマジで。無敵の陽キャは一人で逃げるラインを用意して、オッケー、消火完了。みんなどこ行ったの？どこが燃えてんのこれ。全然してねえし。イエーし。なんかこれ以上にギミックが増えることあんのかこのゲーム。そこが不安なんだけど。今はしごが増えたけどさ。なんだよお前、ホットドッグ屋とか俺全然やりたくないんだけど。ほんとさ、すげえ火事をさ、俺消したいわけよ。で、あんな火事にさ、消防車何台も呼ばないといけないんだ。お前ら消火器でちょっと仕事してみなさい。お前なんで持たないんだ、持て。これ出てるか、は、嘘でしょ。まさか、やめてね。俺2キロも運転してきたんだけど、ちょ頼むよマジで。おい、クリアとか出ないでくれ。くわー、うわー、運転の方が長えじゃねえか。発生しちゃったよ。